はい、コバビートの小林です。今回はですね、スマッシュのレシーブをやっていきたいと思います。じゃあ、いつも通りゴーマン君にスマッシュレシーブを意識していることを聞きましょう。お願いします。それで、やっぱ足、なんかガッて落としちゃうと、やっぱり前来た時とかも拾えないし、やっぱり反面ゆえ、まあ前面でもやっぱサイドに来た球で合わせることができないから、まあしっかり足の力を抜いて、やっぱ球に反応して体を、足を出してあげる。で、やっぱ体の前で、まあショートを打つにしても、上げるにしても、しっかり体の前でこの空間をうまく使って球をコントロールするイメージ。はい。OK です。じゃあやっていきましょう。はい、お願いします。しっかりね、やっぱ足を動かしてやらないとね、前に釣られた時に足が動かないんで、リラックス、リラックス、前に当てるように意識してやっていきましょう。はい、本日もありがとうございました。